今日はね、こちらお二方を紹介します。こちらカービィさん。カービィ人形ってすごく流行ったんですよね、昔ね。今でも親しんでる方おられるかなと思うんですけどね。おしゃべりしますよ、動きますよ、会話もしますよ。ではね、ちょっと電池を入れましょう。はい、あら、もう動いてる。ちょっと待ってよ。あら、寝ちゃった。おいおい、もしもし。左右に揺らす。あ、起きて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 、こちょ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 。え？わ、すごい音。こんにちは。すごい音。わ。すごい音？そう？わ、すごい音。ウィー。ウィー言ってる。なんて？逆さまにしちゃったり。顔を暗くする。光る当たるお願い。夜じゃないよ。夜じゃないよ。これは？口に指を突っ込む。お腹減った。え、何て言った？お腹減った。お腹減った。左右に揺らす。音を下ろしてお願い。なんて？ウィー言ってる。もう一人のバービーちゃん、クリスマスバージョンで。あれ、英語？あ、また寝ちゃう。これこれ、寝ちゃダメだよ。起きて。いないいないバービー。お話しする？どうぞ、しゃべって。楽しい。聞いて僕歌う。
という感じで。ファービーはね、いつ発売されたんですかね。一番初めの初代がですね、1999年に発売されたそうですよ。発売当時は販売開始後5ヶ月で200万個販売された。爆発的なヒットだったんですね。あとおもちゃに血統書がね、ついてたりしたんだって。ねえ。で、2005年にファービー2が発売されたそうです。電源がオフにできるようになったそうです。そして2012年にもパワーアップしたファービーが発売されたそうですね。スマホや iPad で通信可能で、それぞれで毛の質感も異なる、性格も違うかったりね。ということで、こちらはファービーの初代ですねを紹介しました。では今日もこの辺でバイバーイ。